勝ち飯。この企画は鹿島市内で対戦相手を食ってやろうという企画である。さあ今日はどんなお料理が出てくるかな。はい、本日は神宮中町通りにありますオーラブルーさんに来ています。それでは本日の勝ち飯紹介していただくために愛さん登場していただきます。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは3月21日日曜日、名古屋グランパス戦のオーラブルーさんの勝ち飯は、はい、エッグワッフルパンケーキのあんバターです。ありがとうございます。それでは早速お料理お願いいたします。はい、出てまいりました。すごい高さも出てて、はい、見た目もなんか綺麗ですね。これシューってバターが、バターを糸状にしてます。かわいい、これはかわいい。で、これでアイスとオグラトーってことで、完全にこれはもうオグラトースの上位互換ですね、はい、上を行きましょう、はい、ありがとうございます。じゃあいただいていきます。いただきます。うん、カリカリともちもちが合わさってますね、はい、これエッグワッフルって僕初めて食べたんですけど、どういうお菓子？弟は香港の生まれるワッフルになってます。あ、香港なんですね、はい、なんかちょっとこう鈴カステラ状というか。そうです、卵の形してる、うん、なんかそもそもこのワッフルだけでも美味しく甘くいただけそうな。生地は当店独自で作ってます。あ、オリジナルで、はい、ありがとうございます。バターとあんこ、今日はね、こっちが主役ですんで、こっちもつけさせていただいて食べさせていただきます。うん、ワッフルの甘みにバターのしょっぱさと、あんこと、あんことバターはもうね、最強のタップですよね、はい、ここはツートップ、ツートップにオーラブルーさんのエッグワッフルが合わさって、これはもう優勝ですね。優勝ですね。名古屋なんて目じゃないですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ、そういうことで3月21日日曜日の名古屋グランパス戦のオーラブルーさんの勝ち飯はエッグワッフルあんバターです。よろしくお願いします。はい、というわけで今回は3月21日日曜日の名古屋グランパス戦の勝ち飯、こちらの方でジョニーズキッチンの方に伺っております。やっちゃんお願いします。お願いします。こんにちは、名古屋ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、はい、今回の3月21日名古屋グランパス戦のジョニーズキッチンさんの勝ち飯は、はい、小倉と抹茶のパンケーキです。パンケーキいただきました。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。では早速お料理の方よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけでこちらパンケーキ届きました。ありがとうございます。まだ熱々ですね、はい、熱々の上にこの抹茶のアイスクリームが乗っているという状況でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そしたらすいません、ちょっといただきます。お願いします。いただきます。パンケーキ色がちょっと独特ですよね、はい。ああ、そうですか。はい、なんかこうもうちょっとこうなんていうんですか、薄い色のイメージがありますけど、やっぱこれは店の独自の配合でできてるような感じですね。どうでしょう。まずパンケーキと生クリームと、そしたらこの抹茶の方ですね、一緒にいただきます。お願いします。ありがとうございます。うん、このパンケーキが甘すぎない分、はい、生クリームとかいきますね。ありがとうございます。おいしい、ふわ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 して、これは素晴らしい。ありがとうございます。これはもうインスタ映えしますし、はい、女子絶対好きなやつですね。ありがとうございます。そしてこのあんこと抹茶と生クリーム、これはもう間違いないですね。うん、これは合わせます。勝ちましょう。勝ちましょう。勝ちましょう。今度は勝ちましょう。はい、さあ、というわけで3月21日日曜日、名古屋グランパス戦のジョニーズキッチンさんの勝ち飯は小倉と抹茶のパンケーキです。ありがとうございます。それでは皆さん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。勝ち飯。はい、というわけで今回も下駄屋さんにお邪魔しております。3月21日名古屋グランパス戦の勝ち飯、下駄屋さんのもの紹介していただきます。では内野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
それでは内野さん、ベタヤさんの3月21日名古屋グランパス戦の勝ち飯は、カレーうどんエビフライのせです。カレーうどんエビフライのせ、ありがとうございます。それではお料理の方、早速よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。さあ、エビフライが大きいのかと乗ってまいりました。こちらカレー、エビフライのカレーうどんですね、はい、ありがとうございます。さあ、それでは早速いただいていきます。いただきます。ありがとうございます。これはすごいですね、大きさが。あ、エビは、はい、とんでもない大きさですね。いや、そんなことないですけど、やっぱりあの、なんともね、名古屋をやっつけると思うんで。はい、ありがとうございます。名古屋といえばエビフライということで、エビフライ今回はエビフライを、そうなんです、食っちゃおうということでございます。はい、すみません、エビフライからお願いいたします。うん、プリですね。やっぱこの熱が通っているのにこのプリプリっていうのはやっぱ新鮮なエビの証拠で。そうですね。ありがとうございます。名古屋、これだと倒せそうですね。さあ、そしてお汁の方とね、麺の方もいただいていきます。はい、お願いします。うん。やっぱこのお出汁が効いていて。でかつこのカレーというね、はい、やっぱりこの安心感のあるお料理と一緒にいただくということで、はい、ありがとうございます。やっぱこのカレーうどんっていうのはやっぱお出汁がお蕎麦屋さんごとにやっぱ違うんで、そうですね、カレーうどんとはいえ、はい、やっぱりちょっとこうお店の独特の感じが出ていて、はい、こだわってらっしゃるな。そうなんですけど、今回はあの、はい、自分の普段出してるカレーうどんとはちょっと違うんです。お、どこが違うんですか。あの普段は、はい、あのつゆにカレー粉を入れてあのとろみ状にしたものなんですが、はいはいはい、今回はつゆとカレーをセパレートにして、うんうんうん、なるほど。それであの名古屋でよく食べられてるカレー粉に近いものを出したんです。そうなんですね、はい、でそれに近づけていただくと、普段うちで出せると味が違います。あ、なるほど、はいはい、名古屋の方はカレールーを使ってるんで、だから名古屋の作り方で、はいはいはい、やってみました。そうなんですね、はい、そしたらじゃあもしあれだったらお友達と来ていただいたりとかした時に、はいはい、普通のカレーうどんと食べ比べていただいても、もしかするとそうですね、全然違うものなんで、あ、別物だと思います。そうなんですね、ありがとうございま す,、はい、お願いします。ということで名古屋のカレーうどんに近いもの、そしてエビフライが乗っているということで、さらに名古屋を食っちゃおうという企画になってまいりました。ありがとうございま す, います。はい、それではじゃあ最後にもう一度お聞きします。ベタヤさんの3月21日名古屋グランパス戦の勝ち飯は、カレーうどんエビフライのせです。はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんよろしくお願いします。お願いします。勝ち飯、はい、というわけで今回もサワヤさんに来させていただきました。3月21日日曜日名古屋グランパス戦の勝ち飯、それではサワヤさん登場していただきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんと今回、前回のうなたま丼に一手間加えるだけで名古屋を食っちゃおうという飯になるということで、はい、今回そのメニューはうなたま丼、ひつまぶし風になります。ひつまぶし風、これは名古屋ですね。ありがとうございます。それではじゃあよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なるほど、お出汁をかけるわけですね。はい、なるほどなるほどなるほど。そしてこのわさびを上に乗っけると、でこちらを乗っけて、でこちらのだしをかけていくということですね。はい、はい、じゃあちょっとかけたいと思います。はい、それではちょっと早速一口いただきたいと思います。よいしょ、いただきます。はい、まあ、前回うなたま丼をいただいてるんですけど、どれだけ変わるのかっていうところですよね。全然違いますね。はい、全然変わりますね。すごい、これお出汁が効いてて、このお米にもしっかり味つきますし、卵のこのまたアレンジがなんかちょっとこういつものひつまぶしというような感じではなくっていう感じですかね。これまたなんかちょっとこのお店のこだわりを感じる卵のところの味、そちらにもやっぱだし使われてるので、もう相まってすごい、これはもうお店ならではのというひつまぶしになっているという感じですね。ありがとうございます。
ちなみに日曜日、サワヤさんこちらお休み定休日だと思うんですけども、はい、ご予約の方のみこちらは今回 OK と。そうですね、お電話いただければ、はい、定休日なんですけど、はい、予約はやっております。ありがとうございます。なのでぜひね、皆さんこのひつまぶし風食べたい方はぜひ頼んでみてください。予約お願いいたします。電話で連絡の方よろしくお願いいたします。ちなみにこちら、サワヤさんの方のツイッターの方でお家で簡単にできるひつまぶしアレンジの方をやらせていただいておりますので、ぜひそちらの方もご覧いただいて、前回の仲間のね、ぜひ試した方ももしよろしければ今回一味加えていただいて、ぜひこちらの方よろしくお願いいたします。それでは、サワヤさんの3月21日日曜日名古屋グランパス戦の勝ち飯は、はい、ゆなたま丼ひつまぶし風になります。ありがとうございます。皆さんぜひよろしくお願いいたします。勝ち飯、さあ今回の勝ち飯いかがでしたでしょうか。お店の紹介などは概要欄の方からご覧ください。また鹿島市まだまだ来れないよという方のために、概要欄の方にですね、お店の SNS ですとかホームページですとか紹介しているところがございます。そちらにてお家で作れる、簡単に作れる材料やレシピなどを紹介しておりますので、そちらの方もご覧になっていただいて、みんなで一緒に対戦相手を食っちゃおうという企画でございます。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。また勝ち飯企画一緒にやりたいよという店舗の皆さん募集しております。ぜひ菓子回りの方に連絡をお願いいたします。対戦相手をモチーフにしたお料理を食べて、鹿島アントラーズの勝利を応援しましょう。勝ち飯。